三菱 2G2 系エンジンは三菱自動車工業によって製造されていた同社の軽自動車用および松田ポーターキャブ用の水冷直列に気筒ガソリンエンジンの系列である同社の軽自動車用の 2G1 系エンジンの4ストローク版にあたる通称バルカンエンジンバルブ駆動方式はすべてサイチェシーを採用しバルブ数は9機1 排気位置の気筒あたりにバルブを採用する。2G21 の初期型を除き、すべてサイレントシャフトを搭載する。当初は、カムシャフトの駆動にタイミングチェーンが用いられていたが、後述する後期型の G23 バイトにおいては、タイミングベルトが用いられた。なお、シリーズ末期には、クラス初のターボ仕様や、同じくクラス初のク冷ー式、インタークーラーターボ仕様も加わった。 合計は1987年から2013年まで生産されていた 3G8 系。最初に登場したエンジンでサイレントシャフトは未搭載。MCA システムを採用し、ハイガス規制をクリア。ツインキャブレターを搭載したスポーツシリーズエンジンも存在し、それまでの 2G10 エンジンに代わりミニカ GS、GSL やミニカスキッパー4に搭載された。 1974年末に登場。サイレントシャフトを初採用し MCA-2 システムを採用。軽自動車規格の排気量拡大に伴い1976年に登場。ただし、本エンジンは1976年の規定改正に、正規の 550cc エンジンの開発が間に合わなかったことに伴う暫定的な排気量であり、 翌1977年には 550cc へとさらに拡大が行われたため他社の 500cc エンジンの様用損数は少ない。なお、ミニキャブにはこのエンジンから搭載が始まった。補機類は 2G21 に準ずる。1977年、前年の軽自動車規格改正による排気量に完全適合する形で登場。補機類は 2G22 にジュンズルが中途のモデルから三元触媒が用いられた。基本設計は 2G23 と同じであるが燃焼室に MCA、JET バルブが採用され三元触媒が標準装着となった。1983年には初のターボエンジンが登場する。G23BT ターボエンジン1983年3月4代目ミニカのモデル末期に登場。いわゆるキャブターボであるタイミングチェーン仕様をベースに製造された。1984年登場の最後の 2G に軽エンジン、インタークイラーターボ仕様なども登場し、1987年の 3G81 型登場後も松田には1988年12月頃まで製造。 および供給が続けられた G23BT インタークーラーターボ1984年2月5代目ミニカのデビューと同時に登場空冷式インタークーラーを搭載し42馬力を発揮した海外輸出専用エンジンタイミングチェーン仕様である海外輸出専用エンジンタイミングベルト仕様であるありがとうございます